オールドハバナはキューバの首都ハバナを構成する歴史地区である。オールドハバナと4つの要塞は1982年にハバナ旧市街とその要塞群の名前でユネスコの世界遺産に登録された。オールドハバナはハバナ湾に面した地区であり、1519年スペイン人が建設を開始した。オールドハバナは 新世界で産出された財宝を積んだガレ温泉の旧世界へ運び出されていく港の役割を果たし17世紀には造船の中心地となったオールドハバナはバロック建築と新古典主義建築によって構成され20世紀の後半には多くの建物が廃墟と化したがその後いくらかの建物には再建がなされたオールドハバナには細い道路が縦横に走り おおよそ3000の建物が存在する。オールドハバナは、ハバナ港からプラサデアルマスにかけて形成されていった。オールドハバナは、フランスの海賊であるジャックド・ソーレスに焼き打ちされた経験を持つ。そのことから、スペインは、ハバナ港の要塞化に着手した。1558年、バルトロメウ・サンチェスの手によって、フエルサ要塞が建設された。 4つの城塞オールドハバナに残る4つの要塞は、それぞれ、フエルサ要塞、モロ要塞、プンタ要塞、カバーニャ要塞と呼ぶ。旧市街に残る文化遺産この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。